首南バス株式会社は、新潟県妙高市に本社を置く、首木自動車系列のバス事業者である。首木自動車から新井営業所を分離させて設立し、上越市板倉区や清里区、妙高市妙高地区において、廃止代替バスを運営している。また、妙高市からの委託を受けて、妙高市 A バスの一部路線の運行も行っている。 ア井バスターミナル、新潟県、妙高市、栄町3の3、新潟県、妙高市、田口あ座南303の1、新潟県、妙高市公団町3の13、上越市板倉区、清里区方面、編集ア井バスターミナルから、上越市板倉区、清里区方面へ行く、路線バスは、2010年9月1日に、大幅な改正があり、利用の際は、以下の点に注意が必要である。 小森津線上野関電線山寺薬師戦闘機関は、積雪状況により去る供養寺バス停にて折り返し、運行する場合がある。清里線土曜、休日と8月15日から8月16日、12月29日から1月3日は、全便運休。明光市明光地区方面、編集明光地区は、以下の2路線を運行している。いずれも2012年10月1日に、 アルピコ交通級明光営業所管内の路線を引き継いだものである。赤倉線池の平、杉野沢線妙高三陸周遊バスとして、三陸の観光地と周辺の鉄道駅を結ぶ以下の周遊バスに路線を運行している。なお、2路線の乗り継ぎが可能なダイヤのバスでは、一方のバスに遅れが生じた場合に接続をとって運行する。 ブラッドミオ工号を主に各周期に毎日2往復運行する。乗車には一日乗り放題のブラッドミオ工号乗車券の購入が必要。笹ヶ峰直行バスを主に各周期に毎日3往復運行する。ブラッドミオ工号とは異なり各区間ごとに片道運賃が定められている。なお、首木自動車が土曜、休日に実施している一日フリー乗車券は、道路線では 使用不可である。また、上越妙高駅から高田地区を通って、直越港までを結ぶ周遊バスの運行を行っている。ブラッドカスガん高田号乗車には1日乗り放題の、ブラッドカスガん高田号乗車券の購入が必要。主に当期以外の土休日に3往復運行する。妙高市営バス、編集妙高市からの委託を受け、市営バス路線のうち以下の路線。 便の運行を住宅している。八代線道の駅周りシリング周りいずれもスクールバス扱いで運行。土曜、休日と8月15日から8月16日、12月31日から1月3日は全便運休。道路線の住宅運行は2013年10月1日からスクールバス便のみとなった。広島線いずれもスクールバス扱いで運行。土曜、 休日と12月31日から1月3日、中学校の春、夏、冬休みの間は全便運休。当路線の受託運行は2013年10月1日からスクールバス便のみとなった。原通り線土曜、休日と12月31日から1月3日は全便運休。平丸線上、小沢線、スクールバス路線。 編集いずれもスクールバス扱いであるが、一般の利用客も乗降可能である。日田和田スクールバス土曜、休日と八月十五日から八月十六日、十二月三十一日から一月三日、中学校の春、夏、冬休みの間は運休。長沢スクールバス長沢校は土曜、休日と八月十五日から八月十六日、十二月三十一日から一月三日、 中学校の春、夏、冬休みの間は運休。アライバスターミナル業は休日と8月15日から8月16日、12月31日から1月3日は運休。黒姫コスモス号運賃1日乗り放題大人500円賞に300円用事無料運行期間及び本数平成22年8月8月、平成22年9月30日の 間運行明高高原駅発着便は、毎日1往復。内明朗発着便は、毎日3往復それぞれ、運行秋の明高。黒姫号運賃1日乗り放題大人500円賞に300円用事、無料運行期間及び本数平成22年10月1日。平成22年11月3日の間、毎日2往復運行。岡沢線運行本数平日。 上下5本土休日、全便運休冬期間は、秒光配津前バス停、川倉バス停を経由せず、国道18号線へ、迂回運行。2012年10月15日から、上越市、乗り合いタクシーによる運行となった。関山線運行本数平日、上下4本土休日、全便運休冬期間は、積雪状況により、文京村バス停横町南バス停を経由せず、 国道18号線へ、迂回運行することがある。2012年10月15日から、上越市、乗り合いタクシーによる運行となった。関、沿温泉線2013年10月1日から、病行市営バスによる運行となった。水上スクールバス2013年10月1日から、一般利用客の乗降が不可となった。飛田スクールバス2013年10月1日から、 一般利用客の乗降が不可となった。西野野線荒井リゾートバス停山寺薬師線、旗折りバス停区具の線区具のバス停。ありがとうございます。